まず大阪市の平成3年度の今年4月から始まった予算、これが総額いくらであるか、まあ、資料を見ていただいたらずっと分かりますので簡単にいきますが、総額3兆5398億円、まあ、こういう規模になります。で、2番の資料を見ていただきますと、この総額総計予算というのは全ての会計を集めたものが3兆5300億ですが、その内訳がですね、丸2の資料に載っております。各会計歳出予算というやつですね。これを見ていただくと、大きく言って一般会計、まあ普通の行政を行う会計でありますが、それ以外に特別会計としてですね、これがまたいろいろ分かれてくるんですが、この政令等特別会計という括りが一つあります。これが食肉市場会計、駐車場とか国民健康保険とかですね、後期高齢者医療事業、これまで含めて、まあ、別に、会計を別にして行われている事業ですね。で、これが7つありまして、全体で6436億という規模で、そうですね。で、それ以外にですね、中央卸売市場準公営企業会計とこういうふうにくくっておりますが、3つあります。中央卸売市場、それから皆さん方関心が深かったようでありますが、公営事業、港のですね、港湾の事業で一般会計でいろいろ公害対策とか、一般会計で持っているのが一般的でありますが、公営、これは埋め立て事業と、それから上屋とかですね、そういうような収益的な事業を公営事業としてやっておるということであります。別に会計になっている。それから下水道事業ですね、この3つを集めて準公営企業会計、それから公営企業会計として水道事業と工業用水道事業の会計があります。それからこれは整理会計ということで、交際の会計があります。これは借金をしたお金をですね、出し入れを全体で整理をすると、そして、それぞれの収入があれば、その原因となっている会計に支出をする、返すときにはそれぞれの会計が負担をして、まあ、そういうものをこの公債会計で整理をしている整理会計ですね、まあ、こういう体系になっております。次に3番を見ていただきたいと思いますが、その予算の内訳であります。で、最初に大阪市の予算、令和3年度一般会計の予算ということで、1兆8300億、301億の内訳ですね、これが歳入歳出で上がっておるわけであります。まあ、市税の歳入としては、市税の収入、これがまあ一番大きいわけでありますが、それでも4割を切っておると、 38.9% というようなことで、まあ、全国的にもですね、3割程度しかない。よく昔、最近はあまり使われなくなりましたが、3割自治というようなことがよく言われた。まあ、こういう予算に占める税の割合が3割程度しかないというようなことでよく言われたことであります。それから国府からの支出金、これが 31%、借金がですね 10% 程度というようなことで、交付税が地方交付税、まあ、大阪市のような大都市は本来、地方交付税をもらうというような仕組みになっているのは
理論的にはおかしいわけですが、現実的には税制が非常に都市的でないという点もあって、交付税は依存せざるを得ないということであります。それから贈与税交付金というようなものもあります。でこの中にはですね、例えて言えば消費税ですね、消費税というものについて、皆さん方 10% の税率ということで消費税というのは国税というふうに見られる方も多いかと思うんですが、実際にはですね、この地方消費税というのはどういうようなことになっているか、ついでですのでちょっとご説明をしますと、消費税の 10% の中でですね、 10% の中でいわゆる国税というのは 7.8%、 これが国の消費税ですね。それに対して 2.2% は地方消費税と言われるものです。ただどっちもですね、国が一緒に取って、整理をしてですね、これは地方消費税ですから、各府県に人口とか従業者の数によってですね、交付をすると、こういう仕組みになっております。そしてこの府県の税金の中から2分の1がですね、今度は市町村に配られると。その時は人口とか従業者の数でありますが、例えば最近ですね、税率が引き上げになりますと、前は人口と従業者の数半々、大阪市なんかはですね、従業者の数のウエイトが高ければ入りが多いわけですね。当然ながら中間で、多くの従業者が働いてますから。ところがこの引き上げの時以降はですね、引き上げ分についてはこれを人口だけで配る、これも一種の財源調整ですね、財政調整、そういうようなことになっております。いずれにしても地方消費税というようなものが大きな財源として、あるわけです。ただこれは税のところには大阪市としては上がっていない、府の方では地方消費税が税収の中に上がっておりますが、大阪市ではですね、これが平成元年の決算でいきますと563億余りあります。ですから結構大きなお金にはなるわけです。社会保障に充てられる部分というのが多いわけですが、そういうものを含めた歳入の構成で、歳出の方でありますが、元に戻りまして3番の資料で、人件費が 16%、 大きいのは扶助費ですね、扶助費、これは社会保障のお金であります。扶助費、等々でありますが、実は投資的経費と言われるものが1割ちょっとしかないですね。投資的経費は現在1割ちょっとしかない。ですから高度成長期なんかではこの投資的経費のウェイトがかなり高かったということであります。次の番号で言いますと、4番ですか、4番にそれぞれ の項目の説明を書いておりますので、これはご覧いただきたいと思います。そこの中でちょっと見ていただきますと、一番下の方にですね、その他の収入というところで、大阪市高速電気軌道会社からの配当金の減などがあるもののということで書いてますが、その他の収入の中に本当は民営化した地下鉄の会社からのですね、配当が100億ぐらい見込まれとったんですね、民営化した時に。ところがコロナのことで乗客も大幅に減っておるということで、
配当がゼロであります。配当がゼロというようなことで、まあ、その他の収入というのはこういう減をしている要素もあるし、大体このこういう見込んどったものが減るとですね、不要な財産を売って穴埋めをしたり、あるいは財政調整基金というものを当てるというようなことではカバーをするわけですが、費目の説明あとは見ていただけたらお分かりいただけるかと思いますが、次に5番を見ていただきたいと思います。で、まあ、一般的に財政問題、この焦点はこの一般会計ということで捉えていくわけでありますが、丸5の資料に一般会計の目的別の歳出予算というものを示しております。これもご覧いただいたらと思いますが、やはり大阪市の場合の特徴はですね、福祉費、まあ、扶助費に対応する福祉、このお金が非常に大きい 31% を占めておる。子ども青少年の関係 12%、 教育 12.1% というような、まあ、ことであります。そこで大学費というのも206億上がっております。で、大学はですね、大阪市立大学は現在府立大学と法人は一体になっておりますが、大学はまあ別ということですが、来年、そうですね、来年から、いや、令和4年度から大阪公立大学ということで完全に府立大学と一緒になるということであります。ただこのお金はですね、多分その大学は現在も独立法人、法人化されてますから、それにいるお金を一般会計から出しているということで、公立大学になってもこういう負担は減らないと思います。逆に今度は後で出てきますが、キャンバス整備のためにですね、大きなお金がいるようになるだろうというふうに思われます。その5番の横に一般会計の目的別歳出予算の増減説明というのがあります。まあ、この辺が前年度に比べてどういう理由で増減しているかということを示しておりますので、またご覧いただきたいと思います。それから次に丸7の資料でありますが、丸7の資料はですね、これは平成24年以降のこの推移、扶助費とか人件費とかそういうものの推移を示した表であります。まあ、ご覧いただきたいと思いますが、そこでその一般会計なり、全体の会計を見るときに参考になる点として、下の方の中にですね、中の4番5番見ていただきますと、平成27年度末で市街地再開発需要会計、それから土地先行取得需要会計廃止されていると。前はこういう会計もあったんですね。市街地再開発事業会計、まあ、ご承知の安倍のとか、まあ、従前であれば北の市街地再開発谷松とかいろいろありましたけど、最近では安倍のの市街地再開発事業、まあ、約2000億の お金が今後、まあ、返していくというか、残った形で事業としては終了した。で、まあ、アベノの事業なんかについて、よくリスク資産というような言い方を新聞なんかで見ますが、確かに、大きな借金が残ってるんですが、市街地再開発事業、アベノの事業というのはですね、
本当にその私も何回か事業の経過の時に現地で話を伺ったりしましたが、大変な大事業だったと思うんですね。あの地域を本当にきれいに整備するのを普通の公共事業で用地買収とかそういうのをしながら道路を作ったりやっていっとったらですね、大変なお金がいってただろうと、あるいは実際に事業が進まなかっただろうと思いますけれども、これを一括して市街地再開発ということでやって、その事業自体はまあ当初の見込みと違って、返済すべき金額が残っていますが、基本的にはこの中で賄う事業でありますから、これを本当にまあ私なんかあれを見るともう大事業よくやられたなというのが感想であります。あれがなければですね、アベノハルカスもないだろうし、天王寺のまあにぎわいもないと思いますね。ハルカスから上下見たらですね、もう雑然とした街なんて、こういうようなことではうまく発展していかなかっただろうと思いますが、まあそういう事業もここで廃止になって、今一般残額をですね、一般会計の交際費で返していっていると、こういうことであります。それから中の5番を見ますと、平成29年度末、自動車運送事業改正会計、高速鉄道事業会計の廃止、というのが書いてあります。これはまあ民営化でですね、大阪市の会計からは消えた、民営化になったわけでありますから、もう会社としての経理になるということです。ただ 100% 大阪市が株を持っている会社です。そしてまあ100億ぐらいの配当金が毎年入るという見込みでスタートしたのが、先ほど話したように今ゼロだと、こういうことであります。次に8番を見ていただきたいと思います。それではですね、この財政の状態を一つ見る指標として、経常収支比率というものがあります。でこれはこのそこに解説がついてますが、地方税あるいは交付税、贈与税交付金、こういうまあ自由に使える一般財源ですね、これがどのような経費に充てられているかというのを示すときに、経常的な経費どれだけ充てられているか、こういうふうに見るわけであります。まあ我々で言えば、生活をしていく上で家計としてどの程度使わんといかんかと、こういうことですね。それで見ますと、この経常収支が高いということになりますと、当然投資経費やそういう義務的な経費以外に使えるお金が余裕がないということを示しておるわけで、これの動向がどういうふうになっていくかというのは非常に大きな関心事であります。で生活保護費などの扶助費、地裁の返還、こういう交際費、といった経費が増えるということになりますと、こっち経常収支比率はそちらに回りませんから高くなると、こういう関係ですね。これを見ていただきますと、平成8年からこう線が伸びております。実は平成8年というのは税収的にはですね、大阪市の税金一番まあ大きかったピークの時点でもあるわけです。その時点ではですね、これは他都市と比較しておりますが、大阪市の数字、一番上の方にあります 87.4% であった。それがバブル崩壊とともにどんどん高まっていってですね、平成、14年には 103%、 もう超えて100を超えてしまった。これは
赤信号どころか、まあ、非常に具合悪いわけでありまして、そういう状態に、なり、以後高止まりしながらずっと来ております。そこに指定都市全体の数字、あるいは都市町村の平均の数字が出ておりますが、大阪市はかなり高かった。ところがですね、この平成元年度の数字を見ると 93.4 にドンと落ちております。まあ確かにいろいろなこの使い道のやり方、あるいは、事業を投資的経費を抑えていけばですね、こういう数字は改善をされていくということになるわけでありまして、この数字の推移を見ると何か今良くなっているような数字にはなっておるわけです。ただ1年だけこうやって落ちとるだけでありまして、今コロナ禍でですね、今後どうなっていくか、反転をした場合にその推移がどうになるか予想がつかないという状態です。そこの下に普通会計ということで、全国比較をするときはですね、こういう普通会計というものでやります。で、実は普通会計というものについては、総務省の方で決算カードというようなこの分かりやすい全体のカードが平成元年度まで今出ております。で、この基本的には一般会計とそう違う数字ではありません。ほぼ似通った数字だということだけ申し上げておきます。そしてちょっと方向が逆になっておりますが、9番の資料は、まあ、それに関係して市税がどういうふうに推移してきたか、税金ですね、税金がどういうふうに推移してきたか、平成8年度これ、7767億、これがまあ最近でのピークですね、ピーク。ただこの未だこのピークは回復をしておらない、しかしまあ7000で億台に最近になったり、ちょっとこう上がってきてたわけですが、また減ってきてるというのがこの状況ですね。で、市税の中心的な税目、そこに下に個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、こういうふうに挙げておりますが、まあ固定資産税が最近では一番大きなウェイトを占めておると。法人市民税がですね、まあこのアップダウンがきついわけですが、特に最近では制度的にもですね、大都市の法人市民税を削るというような方向が出ております。そういうこともあってですね、法人市民税も伸び悩んだ。で、個人市民税個人市民税について、まあ、大阪市は実は都市の中で大阪はご存知のようにドーナツ化現象以来ですね、高額の所得者が周辺に住んで市内に、まあ、あまり住まわれなかったという実態があります。そういうことで、そこにちょっと参考に10番、丸の10で、納税者1人当たりの個人市民税額大阪府下というのを挙げておりますが、大阪府下でもですね、平成元年度第8位という、まあ、豊中が一番高いというようなこの数字になっておりますが、そこの下の方に小さくですが、大阪市への通勤率、例えば豊中では3割の人は大阪市で働いておられるということでありますが、その人たちは大阪市の市民税の100とすれば
134、3割4分ほど多いというようなことをそれ表しているんですね。まあ、そういう個人市民税というのはそういう構造があります。なおそこの中で下の方にですね、大阪市は不費負担教職員の見直しにかかる影響額を除くとこういうふうに書いておりますが、実は近年小中学校の先生の給与負担というのはずっとですね、府県がこれ全国的にそうなんですけど、府県が給与の額は負担するとこういう仕組みになってるんですね。で、大阪市は人事権とか指定都市はそういうものを与えられてきたわけですけれども、給与の負担はですね、府が持つという仕組みだったんです。それがこの文献改革の流れの中でやっと近年改善されまして、それも大阪市が持つということになったんですね。ですからこの関係があって、じゃあ財源どうするんだということについて、住民税の所得割というのがあります。皆さん方の住民税均等割以外に 10% の所得割がかかるんですね。それが 10% の所得割の割り振りがですね、かつて文献改革の後三密体改革ということで補助金等を整理して、6対4、市民税市町村が6、それに対して、府県が4というような比率になっているわけです。ですから皆さんの所得割の比率はですね、6、4だった。それが今度学校の先生の給与も大阪市指定都市だけですけど持つということになって、その比率がですね、2% ほど府の方の府民税の分から市民税に移譲されました。したがってですね、8対2になるわけですね。まあ、そういう関係があって、その数字をもしそのまま使うと個人市民税額、当然よその都市に比べて大阪市は膨らみますから、それは調整をしてですね、同じベースで、すなわち 6% 分で比較をするとこうなってますよというのがそこの中の趣旨であります。まあ、税制の中で、個人市民税がえらい増えたなというふうに思われるとすると、それは一方で学校の先生の給与も負担するということです。今までどうしてたかと言いますと、私も教育委員会をおったことがあるんですが、給与の実際の事務も大阪市でやっていました。で、人事権はもちろん市にありますから、教職員の市内の移動採用全部市でやるわけですけど、それは変わりません。で、このだけど給与の支払い事務というのは府の仕事を実際に代行しているというような格好なんですね。それがこれでなくなる。そのメリットはですね、一つはまあやはり学級編成をどうするかというような教員に絡んだいろんなことが独自でできるという、もう一気通貫で全部できるようになると、まあ、それは大きなメリットであります。まあ、この人事の問題というのは大変な問題でありますが、これはまあある意味で他年の問題であったわけですが、やっと解決したと。これは話せば長くなりますが、昭和20年代指定都市になる前のですね、府県と大都市との対立でものすごく揉めた問題でもあったわけです。で、なぜ府県がですね嫌がるかというとですね、もう今はそんなに大きな比率ではありませんけど、昭和20年代なんかは地方経費の中で学校の先生の給与のウエイトっていうのはものすごく高かったんですね。そう、高くなると当然ですね、大都市に特別な税制を敷かんといかんと、その分を府県税から大都市に移すということになります。それに対する非常な、まあ、抵抗があったというようなことで、実際上行われなかったと。それがやっと
まあ、文献という流れの中で行われたということであります。ちょっと余談でありますけど、そういうことです。時間もあれですので、次に進みたいと思いますが、次の11番はですね、交際費がどうなっているかというのを表しておるグラフであります。これを見ていただいてもお分かりになっておりますが、と思いますが、投資的な経費等々が全然減ってきますんで、やっとですね、交際費も近年どんどん減っていってると、すなわち借金を返す、過去の借金を返すのも減っていってると、こういうことです。それでは次のページに参りたいと思いますが、12番を見ていきたいと思います。で、財政状況を判断するときの指標としてですね、一般的に行われている、まあ、これは全国統一的な普通会計という、まあ、先ほど申し上げた一般会計とほとんど変わらないんですが、その普通会計で、いろいろ比較するときにですね、こういう指標がどうなっているかというのでよく使われる指標として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際比率、将来負担比率、こういうような比率があります。で、大阪市はまあ赤字ではありませんから黒字なんで、最初の2つは今や関係がないということです。で、実質負担交際比率、借金の返済などが財政負担に対する割合として、まあ、用語の説明はその下にありますので、また見ていただきたいと思いますが、これが 3.2% なんですね。 3.2% で、将来の負担比率 21.2%。 実は借金がどんどん減ってきたということを申し上げましたが、この状態がどうかというのが、これがどっちの表に入ってますかね。13ページの表なんかこの分かれてるんでちょっとあれなんですが、ここの下の方の、今の表の下の方にですね、他都市との比較、実質交際比率と将来負担比率の推移というグラフがあります。これを見ていただきますと、この急激にこれが減ってきているというのが分かっていただけると思います。というのは、投資的経費、借金を、そういう事業をあまりやってこなかった、そのことが、まあ、こういう数字としてはどんどん減ってきている。そのこと自体は財政としては非常にいい数字として現れている、こういうことであります。かつて実質交際比率がその10.4 というような比率からですね、今 3.2 であるとか、その将来負担比率 246.7 が 21.2 というように、ものすごく落ち込んできているというのが、そのグラフが表しております。で、左に他都市との比較というのがありますが、大阪市のこの位置づけは一番下にありますね。で、にぎやかにずっとなって、神戸市とか政令市平均、横浜、京都と、こういうふうにずっとにぎやかになっていってる、こういうふうにですね、現在のこの状況というのは将来負担比率というものを見ますと、実質交際比率ですか、あるいは将来負担比率見てみると、ともに大阪市は低いところにある。で、京都市ですね、京都市なんかは最近の新聞でですね、大変な財政危機が今生じているということで、なんか空き家税を新たに作ろうかというような話とか新聞に報道されておりましたが、京都市はここの中では一番右上の方にあります。で、まあ、それに関係する表として13番見ていただきますと、性質別の経費の推移ということで、
この表で見ていただきますと、ちょっとこの気候との関係見にくいかも分かりませんが、この右にある分類の表示の順番にこれ上がっているわけです。一番上がいわゆる投資設計費といわれるものですね。投資設計費、非常にこう減っていっているとよく分かると思います。何が増えているか、義務設計費が非常に増えていっている、まあ、こういう状況です。で、まあ、よく財政調整基金、大阪市の貯金ということが言われます。現在令和元年度末にはそこの下にありますように1616円あった、令和2年度末には1438億、3年度末は1245億、今どんどん減っていってますね。これはコロナ対策とかいうようなことで、例えば学校の給食費、まあ、コロナ対策で昨年ですね、もうコロナが始まったら途端に、松井市長を給食費タダにするということで77億円、その財源はもちろんないわけですから、この貯金から77億落ちたというようなことで、今どんどん使われてるんですね。いろんな対策で使われてるということでありますが、この財政調整基金というのは大都市の中では大阪市は非常に多い方ですね。圧倒的に多いということであります。では次に15番の資料でありますが、これも財政状況の見るための参考資料として、15番で大阪市の将来の収支見通しというのが毎年予算の時期に発表されます。細かい点は省略をいたしますが、下のグラフで、見ていただきますと お分かりいただけると思いますが、通常収支比率というのがですね、まあ、一応予算を組んでますので令和3年度は、まあ、一応貯金を食い潰したりして、まあ、進んでるわけです。で、以後どういうふうになっていくかというと、そこにありますように、まあ、補填すべきいろいろな支出が将来にわたって出てきますということで、こういう見込みをね、毎年予算の時期に発表されます。ただこれはまあもちろん不確定要素がいっぱいあるわけですね。現在の状況ではどうかということでありまして、ここにまあ書いてあるように、主なポイントと書いてあります。読んでいただいたら分かると思いますが、まあ、コロナ感染症の影響、影響がなくなる22年度に通常収支不足が一旦解消する。しかし今感染症が猛威を振るっておるというような状況で、こういうものも現実にはどうなっていくか、不確定要素がいっぱいある。ただはっきりしているものとして、しかしながらというところですね。万博関連経費や淀川左岸線需要費の増、収支が悪化する見込みです。それから期間終盤で高齢化の進展や福祉サービス利用者の増加、投資的事業の財源として発行する記載償還の増、拡大していきますよというようなことが書いてあります。まあ、相当の幅を持って見ていただかなければなりませんけれども、そういう要素があるということがここに書かれておるということであります。まあ、それ以上の説明は省略をいたしますが、こういう将来の見通しについても毎年一応荒い試算、全く荒い試算だと思いますが出されておると、参考にしていただきたいと思います。で、下の方の16番でありますが、16番は、今年のですね予算の中で、具体的な事業としてそのどんな事業が組まれているか、これは区政代理の中に、平成
あ、じゃあね、今年の4月号ですね。4月号に載っておる形状的な部分がまた別にあるんですけど、このやや投資的政策的と思われるような要素について掲載文をここに挙げております。ご参考にですね、見ていただければと思います。残念ながらですね、大阪市というのは今や市政だよりもありません。またいろいろな電子情報は随分あるようでありますが、というのは私はパソコンをやらないもんですからよくわからないんですけど、まあいっぱいある。しかしですね、文書になったり冊子になった情報という市民向けのものはもう最近皆無です。実は大阪市の経済という冊子が毎年こう出されておりまして、市役所の1階でですね、優勝刊行物で売られておりましたが、今年購入したいなと思って行ってましたら、もう出ませんと、インターネットで見てください、これが最後のですね優勝刊行物です。もう大阪市のこの情報発信がですね、いかに貧弱かで、一方でですね、いっぱい確かにインターネットでは何があればってどんどんあるようです。というのは探し出すのが大変なんですね。藤原さんという数学者が、無限な情報はですねゼロに等しいということを言っていますが、また情報の非対称性と、出す側の情報量と受け取れる情報者の関係の格差が大きいということがよく言われますが、もう大阪市は典型的な情報不毛の都市ですね。だからもういっぱい出されてるんだけど、都合のいいことしか出てこない。余談ですけど、大阪市が住民投票で結末がついた、これは大阪市についてはこの10年来のですね大事件でしょう。ところがこれについて大阪市の区政だより、まあそこの中に大阪市民の皆さんへという欄があるんですけど、それが何にも載ってない。わずかにですね、対象区の区政だよりに投票率を中心に小さな記事が出た。だけどそんな情報の出し方でいいんですかね。誰でも否決されたということは知ってる。だけど大阪市と広報としてはですね、大事件ですよ。それを何にも報道しない。これがまあ市の広報のあり方のですね、一つの姿を表していると思います。次に6ページ、6ページ、時間もありすぎましたので、課題について、説明していきたいと思います。17番の資料であります。市税と地方交付税の推移、その横に17番で税財政における現状と課題ということを挙げておりますが、これはまあ歳入面で大きな課題を抱えております。都市的な歳入構造になっていない。ですからこれを打開するための運動をしていかなければならないということで、長年やっていっているというのが現状であります。省略をいたしまして、